ねえ、誰かここから出せってろ。くそ、肩外れちゃうよ。ノラ、まさかあんたがアイザックの機嫌を損ねるとはね。ホーエーは水族館？マニーに聞いた。医療品分けてもらえない？何、あいつ無事なの？コンパートメント症候群、腕の骨が砕けて。あんたが治療すんの？メル、もう時間がないの。まいったね。物資はほとんど煮詰めされて運び出された。何？下の階はまだ回収してない。そこにあるの？ああ、多分ね。でも下はかなりやばいんだ。構わない。捕まっても私を巻き込まないでよね。もちろん。よし、来て。コンパートメント症候群、マジで。うん、彼女が医者でラッキーだね。メルは無事？うん、アイザックと話した後取り乱してさ。アイザックと？あんたが抜け出したのがバレて全員尋問受けたんだよ。メルがひどい目に。バラしたの？いいよ。どこ行くの？アービンとこだ。そろそろボート出すって。ねえ、まだ3階に箱残ってんだけど、先に取ってきてくれない？もう乗せられないよ。それ乗せなきゃ帰れなくなる。分かったよ。ありがとう。いいよ。あんたは平気？もちろん。マニーがかなり心配してたよ。いるのバレてる？すぐにバレるはず。オーウェンは腕を切り落とした後どうするつもり？待って。いいよ。とにかくオーウェンは腕を切り落とした後どうするつもり？ああ、サンタバーバラに行くって言ってた。あんなのただの噂でしょ。メルも気の毒だね。うんだね。いい？このフロアには集中治療室に外傷センターと手術室もある。完璧だね。手をつけてないのには理由があるんだよ。そもそもここが始まりだった。ここに最初の感染者が運び込まれたんだよ。かなり成長してるだろう。万一の時は救急車探しな。私も前にそれで命拾いした。なるほど。あんたに生き抜く力を。安らかな死を。また基地で会える？戻ってくるんだよね。うん。手術室、外傷、集中治療室。よし、行こう。意外と平気そう。やっぱ開くわけないよね。当然か。なら外傷か手術室か。ER か。外傷センターがあるはず。何なのこれ。ここかなりやばいかも。電気が来てない。お願い入っててよ。外れか。絶対何かあるはず。首突っ込まなきゃよかった。手術室に向かうしかないか。手術室やった。奴らだ。あんたも電気欲しいの？近くにジェネレーターがあるはず。まただ。うわ、まだ中にそいつらがいるのか。レブいればな。それかマニー。ほんとマニーがいたら楽だったのに。行くよ。やった。ここで死んでたまるか。これで探しやすくなる。それで医療品はどこにあるわけ。なんか入ってる？冗談でしょ。ガレージに救急車がありますように。ちょっとこれ何があったの？落ち着いて物資手に入れて脱出。させないでよ。ダメか。やった。よかった。デブ、帰ったらお祝いだよ。マジ最悪。るよ。あんなの誰も信じないよね。ヤーラは無事かな。みんな探してるよ。何したの？何も。動くなって言ったでしょ。だってそっちの仲間があちこちにいるし。道具見つけた？うん、さっさとここから引き上げるよ。ほらついてきて。